イカチリを作ります。イカの切り身 200g に、酒小さじ1、片栗粉適量を入れ、全体にまぶしておきます。白ネギ 40g、ニンニク1かけ、生姜1かけ、豆板醤小さじ1、ケチャップ大さじ4、鶏ガラスープの素小さじ1、 水 50cc、砂糖小さじ1、30回ほど、ぶんぶん引っ張ります。フライパンに多めのサラダ油を引き、イカを入れ、両面に焼き色をつけます。ぶんぶんした具材を加え、イカに火が通り、とろみがついたら完成です。